サンウェイハンドシェイクサンウェイハンドシェイクサンウェイハンドシェイクとは TCP などにおいて使用されている接続を確立するための手順次の3ステップによって構成される通信の要求者が相手に対して新パケットを送信する新パケットを受け取った通信相手はその要求者の接続を許可する新アックパケットを送信する同時に通信相手は 接続を準備するために、その要求者との接続用の情報を記憶する、領域を割り当てる。要求者へ回答する際の確認応答番号は、受信したシーケンス番号に1を加えた値になる。新アックパケットを受け取った要求者は、接続開始を表すアックパケットを送信し、通信相手との通信を開始する。通信相手に送信する確認応答番号は、受信した、 確認応答番号に1を加えた値になる。TCP が3ウェイハンドシェイクを行うので、TCP を使用する通信においては3ウェイハンドシェイクを行う必要はない。しかし、UDP においては3ウェイハンドシェイクが行われないため、UDP を使用する上位のプロトコルである SIP などにおいても3ウェイハンドシェイクが行われる。SIP において、上記のシン、シンアック。 アックに対応するメッセージが、インバイト 200OK、OK、アックである。シンはシンクロナイズの略であり、アックはアクノーレッジの略である。ありがとうございます。